いうところで発想して企画を立てるんですかとかよく聞かれるんだけど、やりたいって思ったらやるのよ。モザイクの夜っていうのがそれで打ち切りになったの1年ちょっとぐらいで、はい、それで後釜として水曜日に1日だけ月木のベルトでやってたんだけど1日だけ30分の残してあとのスタッフは全員昼の情報番組に行かされたのよ。潰しが効かないような俺と腕島さんっていうのだけが残されて2人だけで番組を作り始めた。企画書を出して誰かにとかそういうことは全くなく、自分が撮ってきたらほぼ無審査でそのまま放送するみたいなスタイル。そういう環境だから誰も期待もしてないし、会社もね、まあ作ってるの俺と嬉しいのほんと2人だけだから、2人だけで番組作ってるから、まあ編集室でねなんかこそこそやってんなぐらいな感じでしょ。大事でもないしみたいな。前身の「モザイクの夜」っていうところに鈴井さんがいて、鈴井さんは構成みたいなことも構成作家みたいなの自分が出つつもやってたから、あまず鈴井さんだなと、鈴井さん協力してくださいよと。でもう一人はっつったらその大泉っていうのがちょっと半年ぐらい前にピンチヒッターで入ってきて、はい、これ面白いなと思って「じゃあ大泉でいいですか」っつって言って、だってひっそりと始まって、ただ自分たちはもう確信を持ったね、これは面白いなっていう、うん、だから俺そういう緩さがあるからローカル局選んだんだ。ところで発想して企画を立てるんですかとかよく聞かれるんだけど、そういうことしたことがないのよね。やりたいって思ったらやるのよ。俺が最初はオーストラリアって行ってみたいって言ったからオーストラリア行って、次はやっぱヨーロッパとか行きたいですよね、行きたいねっていうのでヨーロッパ行ったりとか。僕も自身が旅好きだったし、それから札幌からなるべく離れようってなると、まあ当然遠くに行くって、じゃあこのユニットで出演者2人でタクシー1台乗れる感じなんだよね。これで動いて何か撮影するってなったら足も持っていかないわけよ、基本的にもちろん。っていうことは景色を足を据えて綺麗に撮るっていうこともしないってこともできないんだよ、もともと。っていうふうにやっていくと、そぎ落としていくと結局何が撮れるかっていうと、タクシーで乗った時に横にカメラ向けると横にタレントいるわけよ。そいつのことをじっと撮るっていうのはまあ普通になってくる。計画したわけでも何でもなくそうなっちゃったわけよ。でもこれね、そうなるんだ誰しもが。各局のねいろんなディレクターと話すと、もう悩みは何をやっても「水曜どうでしょう」の真似って言われるっていう。まず駅の前に2人が立って「はいここに来ました」ってカメラを向けると「ああもうどうでしょう」の真似ねって言われるっていう。いや違うんだよ、あれそうなっちゃうんだよっていう。テレビって敷居が高くなりすぎちゃってるような気がして、はい、俺らが「水曜どうでしょう」始めた頃に番組作ってたのってもう本当に無審査で、うん、そんなの流していいのみたいな感じでテレビって作ってたのよ、ローカル局って。今やローカル局でもなんかさ、なんかきっちりとしすぎちゃってさ、なんかテレビの敷居自体が自分たちで高くしちゃったみたいで。うん、なんかそれに対してもなんか逆にこのままだと苦しくないのかなと思って、もっと敷居下げたいなと思って YouTube じゃあ YouTube やろうやろうって言って、 YouTube じゃあ何やりますかって言った時に「ああ今酒好きだね、じゃあ酒飲んでっていい？」とかって言って、最初にやったのは本当にその視聴者の方からお酒送ってもらって、延々そのお酒をレビューしながら飲むっていう動画を、これでいいのかと思って。ローカル局にとっては逆にすごくもうキー局いらなくなっちゃう存在だから、ネット上に流せばね、みたいな感じだから、我々は非常に親和性を持ってやってるし、水曜どうでしょうって多分もちろん最初はテレビだったんだけど DVD っていうメディアができたら我々は DVD にあっという間に移行して、 DVD の中だけで俺は編集を変えて DVD っていうものを作ってたし、ちゃんと物さえ作っておけば別にテレビ続きじゃなくてもスマホでもいいし何でもいいっていう、とにかく番組を作ってりゃいいなっていう。お前何考えてんだ、こんなことやっててお前なんでクリエイターになれると思ってんの、こんな作品出せると思ってんのかって言われたとしても、目どっか行っちゃってみたいな、なんだろう、聞いてない方がいいんだよそんな人の話は。でとにかく作りゃいいんだから。でみんな言うのは「いやアイデアがいまいちだった」とか、はい、みんな言うんだよ。違うんだよ、アイデアなんてね誰が考えたら大したことないんだよ。水曜どうでしょうのアイデアなんて何もないんだよ。だってあれアメリカ行って横断するって言ってるだけなんだから、ただそれをやるかどうかだけなんだよね。本当にお前それやんのっつって何の考えもなしに、うん多分いけると思う。でやっちゃったらもうその時点でアイデアは形になってるだけの話だね。やめないで続けていくためにはじゃあどうするかっていうのは多分熱情だけじゃ無理なんで、やっぱどっかで人騙していかないとそれから聞いてないふりするとかなんかそういう姑息な手も使っていかないと。